だったんですけど、灰色でグレーで、しかもなんかこう、柄が、そうなんですよ。よく見たら、私から見たら柄が見えるんですけど、ちょっとなんかチェックになってるというか、はい、めちゃくちゃおしゃれですし、今年またガラッと雰囲気が変わって、ね、こういうね、ちょっと明るめのスーツなんですけども、お二人、着心地いかがですか？お気に入りポイントとかも教えてくださいよ。いや、もう本当に。ここまで、斬新なスーツを着たのは生まれて初めてだったので、まあ、着てて、まあ、新鮮な気持ちはありますけど、まあ、周りから見たら、ちょっとんってなる時もありますけど、まあ、でもかっこよく、かっこいい選手もたくさんいるんで、まあ、いいスーツだなってすごく感じます。転送しなくていいんだから。しないです。ねえ、中村選手に寄ってますよね。拍手をお願いします。楽しみにしてます。そうですね、まあ、チームスーツでみんなでこれを着て移動してると、あと、どっかの悪い集団だって言われるんですけど、どっかの悪い集団じゃないですよね。かっこいい集団ですよ。みんなね、まあ、やっぱスポーツしてるんで顔も引きつけて、かっこよくこなせてるんじゃないかなと思います。感謝ではないと思います。こらね、言ってんの。大丈夫ですか？ここでのお話はおふりこでお願いしますね。いいですか？で、かなでさんも今日ね、オーダーボックスのジャケットはあるんですよ。私のサイズがあったんですよ。オーダーオーダーと、すごい着心地がいいのと、ちゃんとしっかりしてる生地なんですけど、全然重くないんですよね。そうなんですよ。で、私は僕あるのかなと思って、ちょっと不安だったんですけど、まさか2枚も用意していただいて、そっちが入るものでやっぱ大きい方を選んだんですけど、でもね、すごいね、フィットしてるし、軽いし、やっぱりその体に合ったそのサイズもしてるからこそっていうことなんですよね。実際裏地とかボタンとか全てにまでこだわることができるんですよ。自分で好きなように。